影が動いていく様子をこの砂時計を使って調べてみます。太陽が東から昇って西へ沈んでいくために、影が少しずつ動いていくのが分かると思います。もうちょっと 雲が出てるので、ちょっと明るくなったり暗くなったりするかもしれません。影が少しずつ動いたのが分かったでしょうか。その時計が終わるまで続けようと思います。ちょっと暗くなってしまいましたね。今雲の中に太陽が入ってしまったようです。
はい、砂時計が終わったようですね。今これ日食グラスがここにあるので、ちょっと太陽を見てみます。こちらが日食グラスです。これが日食グラスを通して見ている太陽です。